久しぶりに先輩に連絡したらさ、今富山住んでんだって。で、富山来たらカニ腹いっぱい食べさせてくれるっつってんのよ。いい感じの温泉宿があって、そこのカニ料理がめちゃくちゃうまいんだって。これどうよ。だから、なんで急に。で、お前今何してんだっけ。だから、今仕事中だって言ってんだろうがよ。久しぶり。タミヤ君、明日会社は有給？てか就職してる？年金払ってる？年金なんかいらないもん。猫まさみは？金子元気にしてるかな。してるよ、金子だもん。綺麗になってるかな。なってるよ、金子だもん。